引き続き対戦していこうと思います。このパーティーの対戦動画5個目になってるから、そろそろ切れられてもおかしくないけど、多分間に、違うポケモン使った動画挟んでるんで、それでお茶を濁して中和させて、セーフ理論でいくわ。よろしくお願いいたします。勝てば、あと2回勝てば100位、あと4回ぐらい勝てば2桁いけるか、負けずに。ランクルスがちょっと珍しいけど、トリルかな、いやトリルじゃないな、ランクルスでトリル貼ってもトリル引かせるポケモンいないし、あーてかドヒドイでだるいっすね、多分出てくるから。ドヒド、あのプリなんだろう、わからんわからんけど、ドサイロンがめちゃくちゃ刺さってるのだけはちょっと間違いない。ドサイ出すか、ドサイプラスヌルも出すか、クッションに寄せやすいし、ヌルドサイ、あと1オノノクスかな、スカーフ、ダルマ上から叩き潰せたり、ミミッキュの化けの子が貫通できたりするんで、それでいこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。最近さ、まあ1回前の動画の心の壁の話なんだけど、ゲームがね、マジでできないんですよね。昔はさ、ポケモンとか、あれなんだよ、めちゃくちゃおもろくて、いや別に今がおもんないってわけじゃなくて、昔も今もおもろいんだけど、昔はさ、がむしゃらに、もう何も考えずに50戦対戦しても、まだ足りねえみたいな感じで対戦し続けれたんだけど、最近15戦、マックス15戦だね、15戦やるとお腹いっぱいになって、あー、ヌルヴィス、ミミッキュ。これミミッキュから来るってことは身代わりとか持ってるんかな、身代わり呪いとかだとうざいから、シャドクロから入ったろ。あ、引っ込めてきた。あ、トンボでよかったな、だったら。いや、てかトンボでよかったな。身代わりとかケアするにしても、トンボってドサイ投げていけばロックブラストで、身代わりごと貫通してダメージ与えれるんだから。うわー、これミスった。で、ドクドクでしょ。とりあえずデンジャー打ってドキドイでの行動回数を縛りに行くんだけど。ゲームがね、できなくなっちゃったんですよね。多分感受性がさ、乏しくなってるんだよね。年を取るに重ねて。まあ、言うて僕まだ25なんですけど、感受性が乏しくなってきてるのを実感しますね。うん、本当に。本当に。本当にね、なんだろうな、いや、辛いわけじゃないけど、マジで続かないんだよね。うん。ドキドキに毒入れられる。これやばいな。多分毒2連で打ってくるから、1回トライアタックとか打って適当にドヒドイでつついて、まあ、全然ダメージ入らないと思うけど、ここは交代読み、毒毒読み、あえて突っ張トライアタック、全然効かない。いやだよな、 Y がドヒドイで側でも毒連打する、また Y ちょっとララ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 、ここは、ここは下げる。トーチカか自己再生打ってきてくれたらありがたいんで、打ってくる可能性あるし、打ってこなかったとしてもデンジャーでまひる可能性あるんで、まあ、ここは割と投げてっていい場面かなと思います。熱湯が一番だるいっすね。まあ仕方ないみたいなところある。これ地震でいいよな。一番めんどくさいのがさ、相手のパーティー浮いてるポケモンサザンドラしかいないんだけど、まあ、ここ地震打つんですよ。どうせ浮いてるポケモンサザンしかいないから。その唯一のサザンドラがここで出てきたりすると、ちょっとめんどくさい。まあ、これサザンじゃね？引っ込めてくるってことは。あー、なるほど。なるほど。なるほど、龍一。これはドサイ大魔切りたくない。相手がアクア打ってきてくんないかな。アクアは一発耐えますね。ドサイ直気持ってるんで。こう岩石砲打って、うわー、ここでサザン倒したい。トンボとかでもう一回ドヒドイに回されるとめんどくさい。大魔してこない。流星が当たる。まあ、これは多分耐える。メガネとかだったとしても。AD 直気だから。危な相手のサザンドラメガネですね。問題は、この岩石砲で落とせるかどうか。くらえ自爆転生。自爆転生は、ナルトに出てくるね。暁の。おお、強い。さすが。ペインが使う、なんか必殺技みたいなやつですね。まあ、自爆転生で思い出したけど、あの、呪術廻戦っていう漫画が毎週ジャンプでやってるんですけど、あれ面白いんで読んだ方がいいですね。この動画を撮ってる段階で、漫画だと9巻までかな。てか、ツイッターでね、他のポケモン実況者の、アシキさんとかグラさんもね、面白いって言ってたんで、あれ未読ですね。今、漫画も9巻までしか出てないし、まあ、そんな量も多くないんで読みやすいんでね。はい、読んどいた方がいいですね。あれ、多分、アニメ化されるんだけど、やばいやばい、てか、その話はどうでもいいや。とりあえず、まひれ。ここ、
ここドヒドイでマヒってくれないときつい。うわ、半分入らんけど次のダイヤアースで落とせ。マヒルマヒルマヒル、うわーちょっときついな。ミミッキュとドヒドイでしょ。勝ち筋探すか。これね、ドヒドイデを引っ込めてきて、再生力で回復されると多分負けるんだよね。だから相手がその勝ち筋に気づいてないことを祈って、ここはダイアース、いや地震じゃ落とせないし、地震の威力が100であのダメージでしょ。ダイアースが130だから、ダイアースで落とせることを祈って、ここも大魔ダイアースですね。で、相手のドヒドイデがトーチカとか打ってきてる可能性あるけど、その場合はもう痺れて動けないを祈る。それしか勝ち筋ないんで、まあ、結構針の穴を通すような細い作業だけど、その、いや、突っ張ってきてるってことはトーチカだよな。だって、ここもこっちのオノノクスがダイマックスすること考えると、自己再生とか間に合わない可能性の方が高いから、マヒレ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 、もう一回マヒレ、一回、ああ、マジ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 。トーチカじゃないの。じゃあ落とせ、落としたら全然勝てる。落とせ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 、オッケーオッケー、ある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 、危ねえ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 、ある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 。これは多分下手し、いや、あ、まだわかんないけど、まあ普通にやってたら多分勝てますね。で、呪術廻戦は多分ね、アニメ化すると風景がいいんですよ。風景ってのは女受け、ま、めちゃくちゃ綺麗に言うと女受けがいい。で、キッズ受けも多分いい内容だから、まあ、多分第二の鬼滅になりますね。はい。なので、子さんを名乗るために今のうちに読んでいきましょう。で、ミミッキュ、相手大魔してきてないから、ミミッキュを確実に大魔させてくる。大シルでいいよな。相手のミミッキュが命の玉とかだったら、これね、大シルで相手のミミッキュの化けの皮貫通してダメージ与えれるんだけど、相手のミミッキュも大回してるし、一発じゃ倒せないんですよね。で、それで、バキの皮は剥げないっていう最悪の状況が残るから、まあ、いけるかな、これ。大シル、相手のミミッキュの攻撃を一発耐えることができれば、まあ、多分勝てる。ヌルが毒回ってるから、あー、ダイオールから入ってくるんだ。毒ダメ稼いでくる戦法ですね。大シル、これ一回引っ込めた方がいいかな。一回引っ込めて、タイプヌルで、相手の耳の大パターンからして、ラストオノロクスのアイアン、いやダメだ、相手のミミッキュが悪鬼の実とか持ってた場合、アイアンテールで相手のミミッキュを倒せない可能性が出てくるし、アイアンテール外したらそもそも負けだから、ここは多分、ラストタイプネルで詰めるのが一番賢いっすね。あー、これ悪鬼でしょ。 OKOK、 ちゃんと悪鬼ケアもできてる。アッキ考えるんだったら、ここ多分、ノックスで突っ張っといた方がよかったか。で、アッキ型のミミッキだったら、ダイフィアリは多分耐える。オッケーオッケー、耐える。で、問題はここか。相手さすがにダイオールでしょ、これ。ダイオール打たないと、オノノックスの大シルで負けだもん。ダイオールに合わせてタイプヌルを出す必要があるかどうか。いや、出していいな、ここ。相手がそれを読んで、ダイフィアリとかで突っ込んでくる可能性あるけど、いや、やりすぎか、これ。オノノクス切ってよかったか。オノノクス戻す。ヌル投げる。いや、ここ普通に相手がこの交代読んで、ダイオールじゃなくて普通に投げてきてたら、ちょっとだるいから、危ない橋渡ったかなと思ったけど、ダイオールだったから。まあ、結果オーライ。で、あとは、タイプナルがシャドウクロー持ってるんで、押し切れると思うんだけどな、毒が回る前に。うわー、ノーマルタイプだけど。すいません、タイプヌルノーマルタイプあるんですけど、ゴーストダイブ打ってるけど、ちょ、待て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 。まあ、これ、まあ、このゴーストダイブはわかる。毒ダメ重ねたかったから、じゃれつく打つより、ダイブ打った方が効率がいいっていう、そういう考えだろうな。ダイブ。で、これはまあ、効果ないけど、シャドクロでとりあえずバキの皮剥がす。いや、待って待って待って、きついか、これもしかして。いや、次、タクか。このミミッキュに剣の舞があるかどうかわかんないんだけど、剣の舞、いや、でもここ引かないと間に合わないもんね。ここヌル引っ込めないと、相手のミミッキュがゴーストダイブしてきた時に、毒ダメでヌルが死ぬんってやる、多分。ちょ、計算してないけど。オノノクスに避けて、毒ダメを一回リセットしに行きたいんだけど、これ読まれて相手のミミッキュが剣の舞とかしてきたら、ちょっと怪しくなるけど、でも、剣の前にされたとしても、命のた、あ、だいぶか。多分、剣舞じゃれ、あの HP があれば、タイプドル耐えてたんで、まあ、ここはノックス出し安定かなってことで、ノックス投げて、まあ、これはノックス切ってラストを、ヌルで詰めて勝ちなんで。いや、ちょっと怪しかったけどね。ちょっと、
ちょっと怪しかったけど綺麗に勝てましたね。まあ一番でかかったのはドヒドイでをオノノクスで処理できたこと。あそこでドヒドイで勝らせてくれてなかったら絶対勝ててなかったから。オッケー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 。調子いい調子いい。とりあえずこれって、まあ、200位には乗れるから、まあ、今日中に2桁乗りたいな。ジャレ当たる、まあ、これは耐える絶対。あだよね、このぐらいしか入ってないってことは剣舞ジャレも耐えてたから。オッケー、対戦ありがとうございました。はい、ルイさん対戦よろしくお願いいたします。アイアントがやばい。ルカリオの上位互換いるじゃん。ダイアントめっちゃ重いんだよね。なんか少し前の動画でも話した気するけど、台湾でアイアントに勝てるポケモンがタスキ持ってるシャンデラしかいないから、土砕に炎技とかあれば抗えたんだけどないから、シャンデラは出したい。あとシンプルにキッス、鬼滅キッスが、誰いいかな。ドサイドンも投げたい。ヌルドサイ、シャンデラでいいかな。その3体でいこうと思います。よろしくお願いいたします。めっちゃどうでもいいんだけど、夜寝てるときに、まあ、今まではなかったんだけど、夜寝てるときになんか途中で一回目覚めるんですよね。目覚める理由が、なんかトイレ、尿意があってさ、トイレに行きたいなと思って起きるんだけど、いや、さすがにそのまま寝てたら漏らす可能性あるからさ、そこで起きるんだけど、いや、最近マジでこれ多いんだよね。昔は、なんかまあ、そんなことなかったんだけど、睡眠の妨げになるっていうか、睡眠の質がめっちゃ下がってて、ちょっと慣れてるんだけど、解決方法誰か求む。これは、ドラパが身代わりとか待ってるとデンジャーすかされて鬱陶しいんだけど、まあ、デンジャーから入るか。まあ、シャンデラいるんで、ドラパが身代わり張ってきたとしても、まあ、すり抜けシャンデラで対応が効くから、って思ったけど、なぜかウオンドラゴンに引いてきた。なぜか。これは別にアドじゃない？デンジャー撃つ。で、これトンボ撃つかどうかだけど、相手のウオノラゴンがまひったんで、ヌルの方が先手でトンボ打と、裏でウオノラゴン受けれなくなるから、一発トライアタックで続く。スカーフじゃないっすね。相手のウオノラゴンがスカーフだったら、まひってるとはいえ、ヌルより早いんで、ここの痺れはでかい。そう、寝てるとき、てかなんか昔から言われてたんですけど、僕、寝方おかしいらしいっすね。仰向けで寝るんだよね。仰向けってのは、まあ、腹を上にする寝方ですね。逆がうつ伏せで、僕は仰向けで寝るタイプなんだけど、腕組むんよ。腕組むっていうか、なんて言えばいいんだろうな。お祈りするポーズあるじゃん。手を重ねてさ、神に祈るポーズ。まんま、手をそのまま下げて寝てる感じで。で、一回ネットで調べたんよ。その寝相による、なんかその人の性格みたいなのが判断できるみたいなのがあって、腕組むやつはなんか精神的に落ち着きがないとか悩みがあるって書いてあった。寝方はマジで突っ込まれる。お前寝方やばかったぞみたいな。高校、いやもっと前だな、なんか修学旅行の時とかからずっと言われてましたね。お前腕組んでとか手重ねて寝てたけど寝方すごいなみたいなのは昔からよく言われてて、で悩みはね、まあ、特になんか大きな悩み、小さな悩みはそれいっぱいあるよ。例えば、なんか、マジでくだらん。東京の空気がまずいとか。まあ、そういうくだらん悩みはいっぱいあるけど、そう、でかい悩みはさ、仕事が辛いとか、そういう悩みは、まあ、ないつもりで、よくね、悩みとかないんですかとか聞かれた時も、マジでなんか心、思い当たる節がないから、ないって大体言うんだけど、もしかすると潜在的な部分で、どっか潜在的な部分で、悩みがあるのかもしれない。か、悩みがあることを自分で気づかないようにして、悩みがないということにしてるのかもしれない。バカは風邪ひかない理論と同じですね。ドラゴンアロー。弱王じゃないのか。これあれなんだよな。弱王とかだったら楽だったんだけど、相手のドラパまひってるんだけど、これあれじゃないですか。スカーフだと、まひっててもシャンデラより早いんだよね。相手のラスト、ワイの予想だと、アイアントだと思うんですよ。さすがにアイアント。こんだけこっちのパーティーアイアントを刺さってるから、アイアントじゃない理由ないから、ここは土砕から入ってダイアースってドラパぶっ飛ばしに行きます。で、アイアントは多分土砕プラスシャンデラで、まあ、詰めていけると思うから、で、まあ、シャンデラにダイマックス切る意味もあんまないから、
まあ、ここはドッサイにダイマックス切っといていいと思いますね。で、まあ、パッチラゴンとかでも勝ちだし、アーマーガーはちょっと怪しいけど、アーマーガーは、アーマーガー怪しいな、これ。ドサイダイマックスさせない方が良かったな。テラにダイマックス取っといた方が良かったかもしれん。ああ、ここはアド。で、ダイアースでぶっ飛ばす。相手のラスイチが、いや、アイアントだと思うけどな、さすがに。これは落ちるっしょ。オーケー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 。で、特防が1段階上がる。これはあんま関係ないけど。あと、僕は寝るときはね、電気全部消す派ですね。電気全部消すし、光がちょっとでもあると、まあ、眠れないわけじゃないけど、まあ、寝ようと思ったら寝れるけど、鬱陶しいっすね。で、ここはダイアタックでいいか。素早さ。相手のアイアントの素早さを1段階下げとくと、シャンデラで、相手のアイアントの上取れるようになるんで、ダイアタックでいいと思うんだけど、あの、シャドウボーのダメージが、ダイバックスしてるアイアントに対して、まあ、6割入るか入らないかぐらいなんですよね。いや、ダイマーアイアントに対してね。で、アイアントとドサイの対面、この対面はアイアント多分、ダイシルから入ってくるから、まあ、ダイロックとかダイアース打っても、そんなダメージが見込めないんですよ。アイアントに対して。だから、ダイアースとかダイロック打つくらいだったら、ダイアタックって相手のアイアントの素早さ下げて、ラスイチシャンデラで詰めれるようにしといた方が、まあ、いいかなっていう考えだけど、合ってるかな、これ。ちょっと不安になってきたな。電気は全部消して寝るし、無音で寝れますね。動画見ながらとか絶対寝れ。いや、電気も消して無音、光も全部消して音もない状態じゃないと寝れないっすね。大シル、はいはいはい。まあ、人によると思うけど、怖いから電気いるとか言う人もいるかもしれないけど。で、これで B が1段階上がるから、まあ、炎技持ってるとしても、落とせるわけじゃないんだけど、この大シルで1段階防御力が上がったアイアントで、全然効かないけど、少なくともシャドーボール圏内ではないと。一つだけ不安なのが、一つだけ不安なことがあって、負ける可能性があるのが、シャンデラの炎技が、あの、大文字ないよね。火炎放射とかだったら絶対当てれるし、まあ、こんなんもここまで組み立てれてれば勝ちなんやけど、シャドボじゃ落とせないから大文字打つんだけど、大文字を外して、まあ、一応シャンデラ気合のタスキ持ってるから、大文字を打つチャンスは2回。っていうか、まあ相手の、アイアントのダイマックスが解けたら、そもそもシャドーボールで落とせるから、まあいいんだけど、一つだけ不安なのが、大文字を外した後に、相手のアイアントが大ロック。大ロック持ってるやついないと思うんだけどな。でもこの、大ロック持ってるアイアントいねえとか言って、この前大ロック持ってるアイアントにボコボコンされてたから、やったら負け。タスキ、砂溜め込みでタスキ貫通して終わるから。まあ、ここはシャドボじゃ落とせないんで、当てればいいんすよね、そもそも。当てろ！オッケー！オッケー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 で、まあ、いい感じっすね。ま、でもこのパーティーで勝ってるんで、ずっと。多分、次の動画も、まあ、このパーティーだと思うけど、許してくれ。対戦ありがとうございました。